俳優の中村アン、34、が18日、金曜ナイトドラマ、ナイスフライト、22日スタート毎週金曜午11時15分、制作発表会見に参加。空港を舞台にした同作にちなみ、東京、羽田空港で行われた会見では、初の管制官役に挑んだ中村が役作りの難しさを語った。役が決まった時を振り返った中村は、本当にこれをやっていけるのだろうかと不安に襲われていた、と振り返り、演じるようになっても、やっぱりできなかもしれないと思いながらも必死でした、と役への不安があったことを吐露した。当イベントには、この他玉森、阿部亮平、尾上右近、玉城ティナ、黒川智香、吉瀬美智子が登場した。